衝撃、マイナンバーカードとマッチングアプリの衝撃連携、河野太郎が語る安全対策の真実、政策の真実に迫る。9月13日、河野太郎デジタル担当大臣は、驚きのロマンス詐欺対策として、マッチングアプリとマイナンバーカードの連携を進める方針を発表しました。これにより、本人確認をより厳格にし、詐欺被害を減少させることが狙いです。河野大臣は、マッチングアプリ利用者が登録時にマイナンバーカードの IC チップを用いることで、未婚であることや年収の証明を確実に行えるようになると説明。さらに、これにより、安心安全な婚活が可能になるとも強調しました。加えて、以前にも河野大臣は、マイナポータル経由で既婚、未婚の公的認証を可能にする構想を明らかにしており、今回の方針はその延長線上にあると見られます。しかし、この政策に対して、SNS 上では国民から多くの疑問や反発の声が上がっています。ロマンス詐欺の対策としては理解できるけど、個人情報が筒抜けになるんじゃないか。マイナポータルとの連携が進みすぎて、逆にプライバシーの侵害が心配で悪用された時の政府の責任はどうなるのか。こうした声が溢れる背景には、セキュリティへの不安が大きく影響しています。今年3月には、労務管理クラウドサービス WELCOMEHR を運営するカオナビの子会社がサーバ設定ミスにより、16万人以上の個人情報を流出させた事件が記憶に新しいです。マイナンバーカードを利用するアプリ業者も、同様のリスクを避けられるとは限りません。特に懸念されているのは、マイナンバーカードが一つの ID で複数のサービスに紐付けられることです。すでに健康保険証や運転免許証と統合されつつあるマイナンバーカードに、さらにプライベートな情報が加わることで、セキュリティ面での弱点が露呈しやすくなるのではないかという声が多く聞かれます。専門家は、このようなデジタルサービスの拡大に伴うセキュリティリスクについても指摘しており、一度個人情報が流出すれば、取り返しがつかない被害が広まる可能性があると警鐘を鳴らしています。一方で、河野大臣はこの政策の推進に強い意欲を見せており、国民の安全な婚活や、デジタル化による利便性向上を図ることを重視しています。しかし、こうした疑問や懸念の声が強まる中で、河野大臣がこの政策をどう説明し、支持を得ていくのかが今後の注目点です。また、河野氏が総裁選に立候補している中、この方針が彼の政治的立場にどのような影響を与えるのか、今後の動向が注目されます。コメント。他の記事でも述べましたが、河野氏の方針を見ると、まるで国民を詐欺に巻き込みたいかのように思えてしまいます。信頼性が不明なサイト運営者に、そんな重要な個人情報を提供することなど到底できません。もし情報が悪用されたとしても、政府は利用者の自己責任だと言い逃れするでしょう。詐欺対策と言いながら、むしろ詐欺のリスクが高まるのではと懸念しています。こうしたことを考えると、河野氏は総理はもちろん、大臣や国会議員にもふさわしくないのではないかと感じざるを得ません。犯罪組織は、間違いなくマイナンバーカードを標的にするでしょう。次々と新たな手法で攻撃を仕掛けてくることが予想されます。万が一、個人情報が漏洩しても、国がその責任を取ることは期待できませんし、今後も責任を回避するでしょう。国民には、もっと選べる選択肢を提供するべきだと思います。システム開発に携わった者として気になるのは、提供される情報がちゃんと相手ごとに制限されているのかどうかという点です。例えば、マッチングアプリには年収だけが提供されるといった具合に、もしマッチングアプリで過去の病歴や家族構成といった詳細な個人情報まで見られるようになったら、非常に恐ろしいことです。民間企業とデータを共有する際には、少なくとも本人の同意を前提としたオプトイン方式が不可欠だと思います。少し方向性が違う気がしますね。もし悪質なアプリと連携してしまった、世界中の裏社会に巻き込まれる恐れがあるのではないでしょうか。最悪の場合、家族までもがその影響を受けかねません。法的な範囲内で止めておかないと、大変なことになるでしょう。漏洩防止の対策が提示されても、正直なところ信用できません。保険証や免許証とマイナンバーを連携させる予定でしたが、今一度見直すべきかと考え始めています。マイナンバーカードやマイナ保険証での本人確認って、具体的にはどういう仕組みなんでしょうか。番号や顔写真、それに IC チップに入っている情報を使って認証しているのでしょうが、これらの情報が読み取り機を通して政府のデータベースに照会されない限り、例えば免許証や保険証のように窓口でただ提示して目視で確認するだけでは、偽造や不正利用のリスクは防げないのではないかと思います。マイナンバーカードにあれこれと情報を詰め込もうとする政策に加えて、
悪用されても政府は責任を負わないと言い放つ河野太郎氏、その無責任さには驚くばかりです。こんな人物が総理になれば、情報はただ同然で外国に流れ、日本のあちこちに外国の影響力が及ぶことになるでしょう。日本語すら危うくなり、外国語が公用語になる日も近いかもしれません。河野氏が総理になれば、日本の未来は危険にさらされると感じずにはいられません。最も重要なのは、マイナンバーカードを持つことがどれだけ便利かを、多くの人に理解してもらうことだと思います。少し違う例かもしれませんが、高速道路の ETC カードも最初は導入費用が高いとかいろいろな批判がありましたが、その便利さが浸透してからは一気に普及しましたよね。しかし、私自身はセキュリティの問題も含め、マイナンバーカードが便利だとは全く感じていないので、あえて持っていません。NCSI、国家サイバーセキュリティ指数で7位のアメリカですが、大統領選挙にロシアが干渉したという話は広く知られています。それに対して、日本のサイバーセキュリティの評価はどの統計でも5次比前後で、かなり低いと言わざるを得ません。大手企業でさえ個人情報の流出事件が頻繁に報じられている中、個人情報が簡単に漏れる可能性があるマイナンバーカードを登録している知り合いは、私の周りには一人もいません。河野氏はきっと、マイナンバーカードを上手に活用しようと考えたのでしょうが、多くの人が懸念している通り、マッチングアプリとの連携は非常に不安です。個人の年収や婚姻歴など、重要な個人情報は、悪用を考える人々にとっては非常に魅力的なデータです。マッチングアプリ運営企業から個人情報が漏洩することはないと本気で信じているのでしょうか。それが本当なら、政治家として社会の現実を理解していないし、危機管理も不足しているとしか思えません。周囲にそのようなリスクを指摘する人がいないのでしょうか。システムに不備がある時点で、マイナンバーカードの信頼性は損なわれています。それにもかかわらず、政府が国民にマイナンバーカードの導入を推進する理由が理解できません。個人情報を大量に含むマイナンバーカードが偽造されたり悪用された場合、政府はその被害者に対して賠償を行うのでしょうか。カードのデメリットに対する信用の保証がなければ、いくら河野氏がマイナンバーカードを推奨しても、ますます不信感が募るばかりです。サイバーセキュリティのランキングで7位にランクインしているアメリカでも、大統領選挙にロシアが介入していたというのは広く知られています。それに対して、日本のサイバーセキュリティ評価はどの統計でも5次比前後で低迷しており、大手企業でさえ個人情報の流出が頻繁に報じられています。私の周りには、個人情報が簡単に漏れてしまうマイナンバーカードを登録している人はいません。河野氏はおそらく、マイナンバーカードの効果的な活用法を考えたつもりなのでしょうが、多くの人が懸念しているように、マッチングアプリと連携するのは現実的に考えられません。個人の年収や婚姻歴などの重要な情報は、悪用を考える人々にとって非常に魅力的なデータです。マッチングアプリ運営会社から個人情報が漏洩することがないと真剣に信じているのでしょうか。それならば、政治家として社会の現状を全く理解していないし、危機管理も全く欠如していると感じます。周囲にそのようなリスクを指摘する人がいないのでしょうか。